めていいですか。はい。こんなして映ってない。これとあれとまた違うんだよね、映りがね。また違うんです。写真撮っていいですか。はい、撮ります。はい、チーズ。時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは私 SIR のミキがお送りしております。よろしくね。 FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。どんどん番組へご参加ください。皆様からのコメントメッセージお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 エナジージャージステーションでは洋楽をお届けしております。ぜひリスンラジオ、サイマルラジオで音楽とトークも一緒にお楽しみください。この番組は出会えてよかったと言われる製品作りと社会への幸せ還元を目指し躍進いたします。 SIR 株式会社がお送りいたします。今日のオープニングナンバーは、ボーイズタウンギャングの君の瞳に恋してるです。ではお聞きください。そのまま CM 行きます。
はい、SIR のエナジーチャージステーションのお時間となっております。皆様こんにちは。今日はですね、8月28日月曜日でございます。今日はゲストにですね、プリンセスローズのアイリさんとアイさん、いつものね、先週に引き続きよろしくお願いします。いつものではないよね。先週に引き続きです。よろしくお願いします。アイリさん、久しぶり。久しぶり、元気だった？元気、いつも元気。ありがとうございます。ねえ、はい、お仕事も今日バタバタと、はい、もうめっちゃ加藤してきました、ね、ありがとうございます。早かったよね。ここ着くのも早かったからね。はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ということで、今日は七夕9の、そうですね、旧暦で七夕ですね。もうさっきなんかね、聞いて、何かお下げ物しないといけない。そうなのよ、うん、もうね、うん、慌てて この後に仏壇のお供えを買いに行って。この後糸満ってちょっときつくない？そうなの？この後糸満の？飛び白いって糸満って。飛び白いって糸満って。うん、やっぱね、仕事終わってからだとどうしてもね、できないので、はい。コメント入ってますよ。はいはい、お願いします。わーい、あや様、えり様、みき様。はい。ケイ先生と聞いてます。どんな話が出るのか楽しみです。ゆかりさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも聞いててくれて感謝です。はい、皆様から のコメントもお待ちしております、うん、番組参加よろしくお願いいたします。はい、はい、何から話しますかね、今日。今日ね、うん、アイリさんがせっかくいらしてるので、いきなり、そうもうせっかくなので、ね、まあ、シュガーケーソンの、ね、話をちょっとしたいんですけども、いろいろ体験談もお持ちなので、昨日か昨日愛媛の方からですね、うんうん、体験談が、シュガーケーソンの体験談が送られてきました、うんうん、でちょっとね、紹介したいんですけども、愛媛のね、田辺さんって愛用者の方なんですが、うん、まあ、蜂に噛まれた、あ、ちょっと紹介しますね。あ、いいですね、それね、はい、昨日、田辺さんからですね、昨日数十年ぶり、あ、何十年ぶりかに 手を蜂に刺され、どう対処するかと思っていたら、ジンジンする痛みと赤く腫れ上がり始め、うん、ケーソ、シュガーケースを振りかけ、口で針を吸い出し、かっこ気持ち的に、うん、すごい。でまたシュガーケースを振りかけた。すると5分も経たず、跡形もなく治った。すごくないですかって来たんですよ、うん、すごいですよね、って痛みも取れたんですかってね、聞いたらですよ、で自分でもびっくり、みるみる赤く腫れ上がっていたのに、あっという間に何もなくなってしまいましたって。で痛みも取れたそうなんですよ、うんうんうん、でね、口で毒を吸い出す行為が最近ダメって聞いた気がしたので、うん、少し躊躇した時間が無駄になったかなってほかほか体験ですっていうことでですね、体験、口で吸い出すとダメっていうのは猛毒の方ですよね、ね、ヘビとか、マムシとかね、そういうのを口内に傷とか虫歯とかあると、うんうんうん、毒をね、毒の影響を受けてしまうからダメっていうんですけど、こういう蜂だからね。でね、先月はですね、うん、この愛媛、同じ愛媛でですね、愛用者の方が、うん、蜂ではなくムカデに噛まれた。あったね、うん、そうムカデに噛まれたので、うんうんうん、動作的にちょうどね、うちのセミナーを聞いた後だったんですよ、うん、なので、あ、そういえばシュガーケースいいって思い出して、うん、でかけたんだそうです。でなんかお湯もかけるといいって言って、お湯とケースと交互にかけたら、本当にね、数分ぐらいで、うんうんうん、痛みが取れたって。まず痛みが取れる自体がめっちゃ不思議らしいんですよ。でうちの母はちっちゃい頃にね、ムカデに刺されたことがあって、2、3日あれ、刺されで2、3日やもんどって、ジン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 痛むの、そう言ってたので、ね、痛みが取れるってまずありえない、うちの母が言うんですよ、うん、これすごいことよって言ってたんですよ、うん、あ、そうなんだ、噛まれたことないかわからないんだけども、うん、痛みその日で、だからそのかけた時直後じゃないけど、まあ、少し経ってからだんだん和らいで、うん、その日で痛みを取れたらしいんですよね、うん、だから普通に眠れたっていう感じでね、うん、お話は聞いてるんですけど、だからすごいなと思ったんですよね、うん、不思議だよね、うん、なんか不思議よね、なんで痛みが取れるんだ、そう、うん、だって骨折で、ね、先週も話したんですけど骨折して骨折の痛みも消すわけですよ、うん、だからこの痛みを消すっていうのはなんかね、不思議だよね、だからまだ炎症、まあ、プラス4だから
って傷んでる場所っていうのはやっぱりプラス4になってるから、うん、これは珪藻臭が珪藻自体がマイナス4を持ってるので、うんうんうん、それで、まあ、プラスマイナス0にしてしまう、それで痛みも取れるっていう、まあまあ、社長の、うんうん、あのが言うんですけど、うんうん、なんか不思議なところがいっぱいあるからね、これからいろいろ解明されていくと面白いですよね。だからやっぱりその、うん、あの研究ね、うんうん、がやっぱりそうそう、うん、未だにね、だから麻酔とかでもそうだけど、あの、うん、ちゃんとした根本的な理由がちゃんと分かってないとかっていうのがいっぱいそうそうあるから、同じようにね、ケースもね、なんかどんどんこれからいろんなことが分かるっていうと、うんうん、考えるとね、楽しみですよね、うん、ですよね。なのでまああのまあケースは、うん、基本的にはもう飲むものなんですけども、あのまあ痛いところに塗ったりとか、うん、まあ、肩こり腰痛だったりとかって塗ったり、ね、外からのケアにもいいんですけど、最近ね、あの珪藻入りの化粧品とか化粧水、美容液とかね、すごくね出て、あの発売されてるんですよね、うんうんうん、でこれがですよ、海外ブランドのですね、シャネルとかイブサンローラン、ランコム、うん、エリザベスアーデンとかあるじゃないですか、クラランスとかね、うんうん、そういうあの化粧品とかにあのシリカ入りっていうのがねあって、あの結構ねもう前からポピュラーらしいんです、うんうん、日本の製品って、うん、日本の化粧水ケース、うん、ケース入りとかってね、うん、あえて言うけど、うん、そういうあの海外のブランド品の化粧品とかって内容成分あまり歌わないじゃないですか、うん、やっぱりね、あの秘密を知られたら困るじゃないけど、そういう主義的なもの、ね、そうね、ブランド、ね、でね、守ろうとして言わないじゃないですか、うんうんうん、だからいろいろ多分ね入ってると思うんですよ、うんうんうん、だから結構前からあるらしいんですよね、うん、昔からね、そうそう、だからやっぱり日本と、まあ、ヨーロッパと比べると、まあ、そういう経素だったり入ってくるのが、うん、まあ、あの遅れて入ってきてるっていうのもあるじゃないですか、うん、もうだいぶ前ですよ、だってハリウッドとかでケースがすごいブームになってますって聞いたのはもうかなり前の話だから、多分その時にね、こういう外からのケア品に入れるとどうなんだろうみたいな感じで入ったんだろうね、うん、はいはい、そうなんですよね、うん、だから、まあ、あの飲んでもですよ、消化酵素で分解されないというのがケースの特徴なんですよ、ね、素晴らしいですよね、だから、うん、あの分解されることなく、あの弱いところにあの細胞に行き届くっていうのが、うん、まあ、特徴なんですけど、うん、だからそれをだから化粧品代用したら大体わかるよね、見当がつくね、まあ、修復するべきところにガーっていってしまうっていうので、うんうんうん、まあ、それを見越して作られてると思うんですけど、実際ね、あのうちもね、あの、まあ、あやさんがあの薬草の化粧水に、ね、うん、ケースを入れて作ってますけども、うんうん、やっぱりね効果ってすごく高いと思うんですよね、うんうん、で、まあ、メーカーの方に言わせてみれば、まあ、この今あやさんが販売している価格ではちょっと無理よねって、ちょっと桁が違うよねっていうふうにね言われて、僕たちがそれを作ろうと思ったらこの値段ではまず作れないよ、それぐらい凝縮してるからすごいものですって、だからもう個人でしか作れない、もうならではのもうすごい商品なので大切にしてくださいっていうふうにね言われたことがあるんですけどもね、ケースをね製造している会社の枠の中であの活動させてもらってるからできることですよね、ケース愛用者にしかもう販売はできないものなのでね、外部からケースを買ってとかってなると、うん、多分作れない含有量で入ってると思います、うんうん、たっぷり入ってますよね、うん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 、でもすごいよねこのワンダークリームも、うんうん、私手があのなんていうの、うんうん、手発疹っていうの、なんていうの、うんうん、長い間ねすごいあのジクジクと痛そうだったもんね、ジクジクと切れたり、うんうんうん、ブツブツ出たり、うんうん、3年か、うん、4年ぐらい悩まされてて、うん、もうハンドル握るのも、うん、大変だったぐらい、ね、あの夜は手袋、うんうん、布手袋とかって、うんうん、美容院6か所通ってもダメ で、うん、でまた吹き出てみたいな、うん、一時期は良くなって引いたりするんだよね、そうそうそう、でもやっぱりステロイドなんだよね、うん、でどんどん黒くなっていって手のひらも、うん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 、なんかね象のねすごいことになってたよね、なんか人間の手じゃないみたいな感じで、だけどもう手のひら見たらもう痛そう、でもそうそうかわいそうだったもん、でワンダー塗って、うん、でも一回ワッて出たから怖いって一回使わなかったけど、でもこれは毒素を出してるんだと、うん、だからこれでまた塗り始めたら綺麗にほぼ完治ですね、ねえ綺麗になったよね、そうそうそう、だからすごいなと思います、うん、ちゃんと集中的に塗り始めてから治るまでの期間がねそんな長くかかってないからね、かかってない、だから本当に今これ結構手のひらで悩んでる人って多いみたいなんで、ぜひ SIR に尋ねて、やっぱね、ステロイドをずっと塗ってる方に限ってやっぱりあの固定反応みたいな、うんうん、わーっても吹き出して痒みが出てパカパカ割れてで汁が出てっていうのは、うんうん、やっぱね長い間ステロイドを使ってるほど、うん、
大きく出てくるよね、うんうん、それをだから超えるまでちゃんと塗ってくれるとあと治りも早いと思うので、うん、だから嘘みたいですね、うんうん、もうなんか嬉しい、ね、この手に傷がないっていうのは女性はやっぱりね嬉しいなと思います、うん、だから良かったです本当に手でお悩みの方は、うん、ぜひ FSIR に訪ねて、うん、そうそうねあやさんのワンダークリームとケイソをちょっと、うんうん、使ってほしいなっていうのはうちに来るとね説明しながらそうそうそう、まあ、塗り放題塗りたくってあげるんだねこっちも塗ってあっちも塗ってここもあそこもそうそうそうここもあそこもねトイレで塗ってこいっていうからということですねあのコメントが入ってき、はい、来てるのでちょっと紹介したいと思います、はい、人生送りバントこんにちは会長って来てますけど会長こんにちははい、よろしくお願いいたします。で、公平チャラいお兄さん、初見ですって来てます。そうなんですね。はい、よろしくお願いいたします。チャラいんだ。コメントありがとうございます。チャラいんだ。はい、ということでです。はい。で、もう2曲目いきますかね。はい。いいですか、2曲目いって、うんはい。はい、フリーズで IOU。めぐちゃんこっちの美和館で行ったことある？行ったことありますよ。お料理美味しい？うん、普通に美味しいです。いっぱいあります。どこ？この上。どこがやってるの？どこがやってる？このビル内の飲食店がやってる。でもなく。でもなく。期間限定で6月から。10月から。ね、ここがほら工事が終わったらね。工事が行ってないとちょっとなんか埃りっぽいそうで嫌ね。ちょっと埃りっぽいですけど。火曜日の6時の番組がスポンサーなんついてくれてるんですそれで放送したりしてそうなんだ屋上からやばい言われそうだって景色はいいです景色はいいですすごい夜景も綺麗だしサンセットもすごい気づいてね緑どれくらいなんだあーどれくらいだろう平均的に上がってて 3,4 千円ぐらいでしょそんなもんか安めだと思いますうん、涼しくなったよね6月から9月10月結構長いね屋上風がすごいから、うん、結構涼しいですよかもしれない遮るものないもんね、うん、四方にねそう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 か、そうですね焼けも切れないね、焼けも切れない10月だけはね、うん、もうちょっと涼しく、うんうん
はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。ねえ、愛理さん、あの手がね、やっぱり治ってすごい良かったですよね。本当よ、うん、あのやっぱりほら主婦だからさ、料理したりとか、うん、なんか手って使うじゃない。あとね、職業柄ね、そうそうそう、カードを切ったりするのにね、荒れてるとやっぱり扱いにくいもんね。ね、だから本当に感謝です、うん、ありがとうございます、作っていただいて、治っていただいてありがとうございます、うん、だから本当に手で悩んでる人本当いっぱいいると思うから、うん、ぜひもう、うん、これ体中出てる人もいるしさ、いろいろ話聞くけど、あ、本当、うん、体になんかね、あの原因不明の発疹とかってね、結構ね、うん、聞きますよね、うんうん。で、あのやっぱりね、このケイソーの化粧品、まあ、うん、ケイソー入り、自分で今お使いの化粧水に、うん、まあ、入れて使うのもありですよね、うんうんうん。でそうすることによって、まあ、あのコーラーゲンとかエラスチンというんですか、うん、ヒアルロン酸とか、まあ、あのつなぎ止める役目をするので、あのなんていうんですか、あの細胞レベルから復活して弾力のある肌を取り戻せるとか、でシワやたるみの防止になったりとか、うん、で保湿力も高くなりますよね。水分の、あの水分をね、あの留める。そうそうそう。吸収が早いよ、そうそう、うん。吸収も早いし、なんかやっぱりね、うん、あの保湿力が高い。水分入れてもやっぱ保水力がなければ意味がないじゃない。うんうんうん、保水力を、水分を保ってくれる力を上げていくので、うん、やっぱりぷっくりしたね。うん、なのであのやっぱりね、もうすごい乾燥してる方なんかはね、うん、ぜひね、あのケースを入れて。使ってほしいなって思います。ヒアルロン酸の2倍の保湿力があるそうです。うん、はい、で、あの菌に負けない、うん、やっぱりこれもね、あの何て言うんですか、アルカリが、ね、うんうんうん、あるので、やっぱ肌の酸化を防いだりとかってしますのでね、あのやっぱり菌に負けないとかね、そういう肌になります。でケイ素の還元力もね、やっぱりこの、うん、飲むだけではなくて化粧水でも実感できるというね、うんうん、のがありますので ね、うん、ぜひぜひ ね、 あの自分のお手持ちのものに混ぜて使うだけでもね、うんうん、全然、うん、わざわざ高いのを買ってきて、うん、ね、使うよりは自分で含有量を調整しながら使うのも手ですよね、うんうんうん、だからうちに来たお客さんっていうのはやっぱりあやさんのワンダーソフィアローションなんかも知るわけですよ、うん、だけど今買ったばっかりだから、そうそうそう、買ったばっかりだからこれどうしようとか、いやいや買ったのに入れてって、うんうん、そうそうそう、使ってから来てって言ったら、うん、やっぱり、ね、使って必ず来ますもんね、なくなったから買いに来ましたって言って、ね、気になるんそしたらやっぱりね、ずっとこればっかりも使ってた方多いですよね、うん、もうなんかよそのものを買えなくなったってなんか、うんうんうん、いう方が多いですね。なんかね、今まで使ってたのの、な、私がやっぱり化学成分使ってませんよって、薬草のエキスとケイ素とで、あのいい水を使って作ってますよっていうのを強調して言うものだから、うん、家に帰って自分が使ってるのを見るんでしょうね、後ろね、うんうん、なんとなく見たら、うん、すごいね化学成分とかって言って、うんうんうん、そう、それであの切り替わっていく方もいらっしゃいますね。本当よね、知ってしまったら化学成分使えないよね、なんか、そう、でも私だってそうだから、知らないでいろんなものを使ってたわけだからね、でも一旦知ってしまうとそこはもうなんかね、うん、戻れないっていうか、わかるわかる、だから今あの化粧水とかそういうのも手作りされてる方も多いですよね、うん、そうそうそう、そういうまたサイトもいっぱいありますしね、うんうんうん、自分でね、いろんなものを、そうそう、手作りできる時代になってきましたので、うん、なんかお家にいらっしゃるお客さんっていうのは、うん、あのそういう手作りされてる方もなんか 結構ね、石鹸とかね、リップとか自分で作ってますよとかっていう方は何名かいらっしゃいますので、うん、なんか他のものが合わないから手作りしてるって、ね、そう、結局ね、行き着くんですよ、そこに、なのでね、まあ、上手にね、取り入れて使っていただきたいなと思います。で、シュガーケイソー、何のシュガーケイソーってね、思われてる方も多いと思うんですけども、あの沖縄県産サトウキビからあの抽出されたミネラル液なんですよね、うん、でそれにあのケイソーという成分が抗含有されているということで、あの、まあ、沖縄の県産品としてね、今あの全国に向けて発信中の商品であります。で、シュガーケイソーであの検索していただくと、あの、ね、ホームページが、ね、出てきますし、ね、はい、ありますので、実験の動画だったりとか、うん、そういうかあのケースについてを書かれてますので、ぜひ、ね、チェックしていただきたいなと思います。男性の方もね、あの、うん、うちの、まあ、社長なんかはあの化粧水じゃなくて精製水に、うん、あのケースを入れてスプレー用、うん、シュッ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 シュ
でも男性も一度試してみたのね、この顔を、うん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 、でもこれよりはあやさんのローションだよね。まあね、あのケイソー以外にもいろんな薬草のいい成分が入ったりとかね、本当にあの今老けてる男性も多いから。そう、あのね、老けてるって何、年よりも老けてるってこと。違う、例えば、うん、30代前半でも、正直ですよ、もう50代ぐらいに見えて、えってか30代前半だったのみたいなのとかも。そうそう、劣化が早い方っていますよね。だからお菓子ばっかり食べてたり、あーな、そういうことね、コーラとかいうのとか飲んでても、シワシワとかシミがある男性が最近増えてて、うん、逆に70代60代の、そうそう、極端よね、おじいちゃんたおじいちゃんおじおじさんたおじさまたちがなんていうの、活動的で若く見えるとか、ね、ま、肌もツヤツヤして若く見えてるとか、あとまた若ハゲもめっちゃ男の人に、木に薄毛が、なんか一本でも大事、朝起きたら枕見るとかいう人もいっぱい、そうなんだ。ちょっと深刻だよね、そういう髪の毛とかって、ね、うん、そうだから食べ物だよね。だから食べ物とかそういうので老化が早いっていうの、ね、食べ物と老化イコール酸化なのでね、やっぱり軽症でね、ミネラル補給して中和よりアルカリ化にね、持ってっていただくとまた変わってくるんだろうなとは思いますよね。はい、ね、飲み物、あ、飲み物じゃなくて、あの食べ物もね、やっぱり大切なので、はい、食べ物もね、私たちも今3名、糖質制限食してますけどね、いいですよね、聞こえてます。外出てて仕事してて絶対もう風邪ひいてない。ちょっとでもね、特にデッキになるとかかわいそう。デッキやお兄ちゃんたち一回伸ばして実験してみたい。デッキやお兄ちゃんたち、みんなこっち開けてたよね。次もう30分から、ね、30分から追加スコイン止まってるんで、そのまま延長します。すごいね、ありがとうございます。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 コインを入れると緊張する。へぇ、すごい、動画配信、動画配信、
鼻水がやばい。SR のエナジーチャージステーションをお届けしております。今日はこの時間あの中曽根美幸さんのナンクルナイさんなんですけども、あの先週に引き続きあの映画の撮影で東京出張に行ってるために、まあ、SR のエナジーチャージステーションを延長してお届けしております。このあと40分に美幸さんにね、連絡を、はい、ちょっとね電話をつなげてね、みゆきチャーソーがやーって聞いてみたいと思います。今日もねきっと元気なんだろうね、うんうん、あの元気なのね。昨日ねランクアップしたっていうね、あと、うん、そうそう、何フェイスブック投稿が上がってましたのでね、今日もうびっくりしてるのかもしれない ね、うん、なんかロケ弁とかねアップされてました。出たロケ弁とか言ってましたけど、うんうんうん、でね、あのミユキさんなんですけども、泣き人村の、書士、あのブラック名ですね、書士 の、 あのカフェ未熟者というカフェでですね、うん、あの個展を今開催中なんですよ、ね、8月9月2ヶ月か、そうですね、うん、8月9月の間あの個展をねあのしていますので、どうぞねあの沖縄に、まあ、旅行に来て、まあ、いろいろね回ると思う、観光されると思うんですが、泣き人もね結構健康あ観光スポットありますもんね、うんうんうん、その中であだから、この間はみゆきさんの個展が始まる前に AKB だった、 AKB の誰かだった、ももクロだった、なんかね、ももクロの、うんうん、あのね女の子がね来てたんだって、そこのカフェに、うん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 、だからゲーって言って、あの入れ違いみたいな感じで、ね、あそうなんだ、出てたので結構あのね有名なカフェなのかもしれません。そうですね、私たちもね、まあ、近見つけてあの開催中に行ってみようって話をしてるんですけどね、作品を見にね、あの、うん、作品展示しながら即売もしてるらしいので、お値段ついてるのもあるらしいので、あの お気に入りのを見つけてね購入するっていうのも手ですよね。でね、あのカフェですので、あのランチもね、うん、やってて、あのすごく美味しいらしいですよね。そうね、なんかあの写真で私は見させていただいたんですけど、うんうんうん、メニューの写真もなんか、うん、なかなかねなんかおしゃれな感じで、ちょっとそれも楽しみの一つですよね、うん、写真もそうだけどちょっとでね、うん、あのねよくね見たらね、あのペンションみたいなね、宿泊施設もあるらしいんですよ。うん、だからそれは初、うん、結構、ね、初聞き。そうそう、あのなんていうのかな、海が見える、まあ、あのテラスみたいなところもあったりとか、はいはいはい、結構ねすごい。ちょっとねツアーじゃないけど、何人かでみんなで仲間内でみんなで行こうねっつって行ってるので、ぜひね、あの一緒に行きたい方はご連絡ください。どこにどこに誰を誘ってるの。ここにあやさんでお願いします。しょうさん会社に殺到したらどうするの。もう大型バスかれるしかないんじゃない。いいんじゃない。はちゃめちゃツアーになるかもしれない ね、うんうん、ということでですね、うん、あの泣き人村書士1041の1番地の、カフェ未熟者にてあの個展、中曽根美幸の個展をしておりますので、どうぞね、足を運んで見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで、あのねもうちょっと時間がありますので、まあね美幸さんの話をしようかなと思うんですけど、ナンクルナイさんなのでね、ちょっと美幸さんのちょっとね話題をね、うん、話しておかないとっていう感じなんですけど、うん、すごいね、あの全国こうやって飛び回って仕事できるって ね、 もうね、仕事からね、あの依頼があればもう、うん、なんだろう、ふとは軽いのでババババって行ってきます。でも県外もね、もう、うん、なんだろう、全部わかるよね。わかるわかる。すごいよね、あの行動力はね。そう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 、うん、だってヌードも撮るわけでしょ、うん、ヌードってこの間なんかあのフェイスブックで昔仕事したなんか AV の、うん、あのなんでジャケットじゃけど、うんうん、あれが出てきましたって言ってアップしてたね。アップしたら、うんうん、フェイスブックに消されちゃえみたいな。本当に本当に、そうなんで、そうそう、フェイスブック側からこれなんか消してなんかあれが入ったんじゃない、危ない、ね、うん、で消されたって、だから、うん、
あ、M、でもジャケットだよ、ジャケット。あ、ジャケットってか、ジャケットってか、表紙だよ。表紙だけど、ちょっと危険な名前があったよ。あ、そうなんだ。うんうんうん、そうそう、M 字改革。M 字改革で、あ、もうやばい、見えちゃうみたいな。っていうのがあって、だから消されたって言ってた。畜生、消されたって。あれよね、でも、あれ誰かが、だから、あの、これはダメじゃないみたいな。あ、そうだね。消さないでしょ。そうか、そうか、そうか。じゃあ何名かがそう、あったの。その前にほら、誰か、あの、知り合いのおっちゃんだかがなんかね、うん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 、こんな仕事もするのみたいなことコメントで書いてたとかって言ってたから、書いてた、書いてた。書いてた。あれもあるんじゃない、この AV 女優さんがもうやってないとか、今 AV とかっていうのはね。そっかそっかそっか、いろんなね、こと関係してくるから、うんうんうん、まあね。でもあれよね、ヌード撮りたい方は応募ってしてたじゃない、ちょっと手あげようかなと思ったけど。いいんじゃないかな。いいと思うよ。あと夫婦で悟ったりとか。夫婦で撮ったらやばっ。あとね、あの妊婦、妊婦ってかほらもうなんか臨月になって生まれる直前に撮るからとかね。想像してる、そうすいません、想像してるするよね。妊婦だったら可愛いよね、お母さん、うん、妊婦だったら可愛いけど、綺麗な写真撮ってたね、あの、うんうんうん、なんだっけ、綺麗なあのアートして、ヘナアートして、そう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 、もうあちこちに施してね、なんか芸術だって、我々は、うんうんうん、すごい綺麗でした、うんうん。でも半世紀ぐらいになった時に生きて、うん、生きて半世紀になった時撮りたいと思いません？綺麗だったね、その時。だから半世紀って50年後よ。違う、だからもう半世紀もう半分だけど、生きてるかっつの、半分生きてた、ちょっと半分生きてる、生きて50になったらってことよ、うん、今50歳になったら、これからね、これから50、そうそうそう、50歳になったら、ね、20代の時撮れなかったから、うん、50歳になったら撮ってみたいなっていう願望はちょっとだけある。それはね、だから 今の人たちって50歳になっても全然30代20代に劣らないような人っていっぱいいるわけだから、もう努力次第でしょ、自分の。そう、だから努力次第、ね、それで綺麗でいるんだったらぜひ撮った方がいいですよ。だからワンダーで塗って、ワンダーはなぜか知らないけど締まるんだよね、むくみとか取れるから、ーケースもいっぱい飲んで、ケトン、あの何、糖質制限もやって、50なるまでにはむしろ50の私が美しいんですっていうのって撮りたいよ、ね、素敵だと思うね、ね、もう話聞いてたね、想像したら恥ずかしいけど。じゃあ恥ずかしいポーズじゃなくて美しいポーズをすればいいな、なんか。でも自分でやってる美しいポーズって絶対ウケそうだよね、うん、だからやっぱこれが自然体、ポーズとか自然体に映ったらね、いいんだけど、だからね、そういうまあ仕事もね、みゆきさんこなしてるわけで、せっかくね、いるから、身の周りにね、撮るのもね、みゆきちゃんの前でヌードになるのもちょっと恥ずかしいです。その前に一回温泉行ってくれば、別に2人でもうそこから、そこから裸の付き合いから、そうだね、始めないといけないね。下着の付き合いはしたんだけどね。裸の付き合いはよろしくどうぞみたいなね。なので、でもみゆきちゃんお気にしないと思うよ、うん、まあね。そうそう、仕事なので、うん、でも本当にちょっと50歳になったら撮ってみ、うん、見ましょう、皆さんちょっとちょっと、うん、じゃあそれに向けて ね見ましょうって、みんなで、そうそう、みんな、じゃあみんな一人ずつ裸で、もうだってあと何十年生きるか分かんないじゃん。まあね、記念にね。でも孫とかが見たくないって言ったりしてね。息子とかもね、たまたま見つけてしまったみたいな。そんなことないと思うよ。とかね、このどこさんでおばあちゃんみたいなね。そう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 、言われたら。そんなことないと思うよ。綺麗だったら。そう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 。それ汚いのにとったらダメさ。綺麗でいて綺麗に撮ってんだったら、わあこんなだったんだって。そうそうそう。ね、うん、思うよ。そうね。うん、でちょっと目標にして、うん、いいかもしれない。うん、ぜひとね。みんなで撮る。みんなで順番で撮りましょう。ね、そのためには糖質ね、制限食を頑張って。そうですね。その前にまず綺麗にならないと。うんうん、そうですね。マチュピチュとかで撮ってみたい。やまたまた壮大なことよね。そういうとこ行ってみようよね。ね、どうせなら世界遺産ツアーして。そうそうそう、世界遺産ツアーで、あのそこでヌードで撮るみたいな。ちょっと許可もらって一瞬立ってよ、みゆきちゃんって。みゆきちゃん、お願いします。マチュピチュ今よろしくみたいなね。やってもいいんじゃない、ね、うん、ちょっとね、あの辺 の、 あの世界遺産みんな回ればいいね。絶対勝ち目になるでしょ。だからよ、その前に現地警察行け。一瞬よ、一瞬、もう目を盗んで一瞬、うん、見せ見せみたいだね。だから一瞬って言ったらね、ちょっと、はい、そろそろね、そろそろね、うん、お電話してみましょうかね、みゆきさんにね、つなげてみたいと思います。みゆき、じゃあしょうがや、何かみたいね。
はい、もしもし。みゆきさーん。はいはい。はい、お疲れ様です。はいはい、お疲れ様です。ランクルナイサーの時間ですよ。はいはい。なんか、わさわさしてるけど。そう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 。今日ね、アイリー。アイリーも来てます。うん、あやさんがいます。はい、はい、多分ね、はいはい、わさわさは工事の音だと思います。あ、工事中だからね。はい、本当かな。工事中だよね。そう、どうですか、はい、ミクさん、あの撮影は、撮影終わって、はい、仕事で終わってから、うん、昨日でクランクアップしたんですよ。はいはい。で今日はちょっとオフなんで、うん、本当はちょっとあの仕事で六本木行かないときに買ったんだけど、それがなくなって、うんうんうん、で今ちょっと電車移動してます。あ、電車移動中。はい、電車の中。電車の中。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。本当なんか白目飛んでない。大丈夫大丈夫。はい。生放送中ってなんか払っといけんね。だからなんか隣の人がちょっとチラ見してない。大丈夫。あ、大丈夫、大丈夫です。テンション低いなと思って。だから、あ、そうそうそう、ちょっと疲れが出たんだなと思ったけど、ね、でも全身筋肉痛ですよ。でも、なんで、座る場所がなかったんですよ、この撮影の時に。うん、それずっと立ちっぱなしで、でしかもお昼も20分ぐらいしか休みなくて、うんうんうん、で、あのバタバタしながら、撮影だったから、うん、結構筋肉痛ですよ。ずっと稼働してたんだ。そう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 、だからあの撮影自体が押してたから、うん、なんていうの、時間内に終わらなくて、うんうんうん、でそれでもう夕飯とかも20分ぐらいで食べてくださいみたいな書き込み状態だったんだね。そうそう、日程がもうぎゅうぎゅうで詰めて撮影だったんで、うん、そう、余裕持って撮影とかじゃなかったから、それで結構大変でしたね。うんうん、設定日数短かったもんな。そう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 、そう、ね、短すぎて、うんうん、でそれの中にぎゅうぎゅうでこうなんていうの、この日程を入れてたもんだから、うん、そう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 、お疲れ様でした。朝早くて夜遅かったんで、うん、夜遅いって大体何時ぐらいまで、はい、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、もうちょっと切っても大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。また後ほど、しつこくかけます。はい、はい、はい、ということでですね、あの電話、あの電車移動中ということで、うん、はい、一旦切られてしまいましたけども。そろそろね、3曲目また行きたいと思います。うん、スパンダーバレーでトゥルー。
はい、SR のエナジーチャージステーションをお送りしております。みゆきさんね、あの電車の中でね、あの降りてからまた電話をくれるということでねなんかね、うん、おじさんにうるさいって言われたって、うん、ね、言われちゃった ね、 ねそしたらね、あやさんがね、そのおっさんブサイクだったでしょうって送ったので、ね、入ってきましたいや本当はね、本来電車の中で喋るもんじゃないのでねそりゃね、怒る方もたまたまいたんでしょうね。ねえ、そっかそっか、うん、ということで、うん、あと2駅というのでね、降りたらまた電話を向こうからね、うんうん、はい、かかってくる、そうそう、向こうの都合のいい時に、はいはいはい、ちょっとかけてくるそうなので、うんうん、でもね、無事にね、あの、まあ、よかった、ね、終わったらしくてよかったですよ ね、 ね、うんうん、筋肉って大変だったんでしょうね、うんうん、それこそね、ワンダーオイルね、うん、ケイ素ね、ちょっと塗ることね、うん、楽になるんですけどね。でも筋肉痛とか小室があるすぐ、そうそう、すぐ良くなる。あ、電話で。はい、あ、みゆきちゃんですね。はいはい、みゆきさん。はいはい、はいはい、すいません、降りた、ごめんなさい、すいません、降りました失礼しました。いやいや、良かったです、はいはい、声がね、全然違うよ、さっきと、うん、はい、なんかあったのかなと思ったもんね、さっきあ、本当にすいません。いやいや、今の方がいいです。はいはいはい、喋れるので、はい、お疲れ様でした。いや、なんか、うん、降りた時に間に合うかなと思ったんですけど、うんうん、結局間に合わなくて中で喋る感じだったんですよあ、そっかそっか、ね、まあいいかなと思って、うんうんうん、はい、大変でしたよ、あの中にいた時に、あのおっさんが歴史大好きな感じのおっさんが、なんか資料なんか、そうそう、あの、その歴史の資料みたいなのを読んでたんですよ。ああ、それで集中できないと。そうそう、それで、そんな感じで、うっさいって言われて、なんか、いやいやいや、お前気難しい顔してお前も言わないよと思って、まあ、自分が悪いんですけど、まあね、本来ね、喋っちゃいけないからね、はい、はい、本当は。でも、出てすっきり今、うんうん、今、どこの駅にいるの、はい、今飯田橋です。これからじゃあどっか向かう感じですか。はい、ちょっとだけ、はい、ちょっと寄ってからすぐまた高井戸に戻らないといけないんですけど、うーん、はい、じゃあ、もう仕事は終わってる、別の仕事で、そうそうそう、別、そうです、別の県でちょっと来て、うん、でまた夕方っていうか夜から高井戸の方に移動してって感じなんですけど。そうなんですね。そうそうそう、本当はもともと六本木行く予定だったけど、それがちょっとなくなってしまって、うん、そうそうそう、バタバタで、あのこっちでもね、はい、みゆきちゃんのあの個展のお話をしてて、はい、ありがとうございます。みんなで行こうねって。今回の個展はあれなんだよね、うん、まあ、前回にやった個展のものを、まあ、そうです、展示してます、うん、あの、だから、8月から9月いっぱいまでで、2008年と2010年に展示したものをそのまま、うん、あの展示してます、うん、なるほどね。あのサーファーのね、そうそう、あのかっこいい男の子が
あ、そう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 、サーファーのポートレートのやつは2010年に開催したのを展示してるので、でそこのあのカフェ未熟者っていうところなんですけど、そこがあの、うん、ももクロクローバーが来たところで、あの、はい、ももクロランチっていうのを今やってますよ。あ、そうなんだ。可愛い。あの限定で、スペシャルランチっていうのができてますよ。うん、そうなんだ。はい、じゃそれも楽しみの一つにしていくといいね、みんなね。そう、そうですね。私まだそのももクロのやつ食べてないんですよ。じゃあみんなで行こうね。そうそう、食べに行かんといけんと思って。そしたらね、あやさんがね、あのツアー行きたい方どうぞメッセージください。どうやらツアーを募ってるから、それがいいかもしれない。みんなで行こうって、ね、はい、みんなで行って、うん、そう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 、ね、はい、いい感じですよ。だって今回あれだよね、あのお値段つけてるのもあるとかってね。あ、そうそうそう、結構あの値段は全部つけてはいるんですけど、あの2008年にあの初めて初個展した時の、うん、写真は結構売れてたんですよ。だからそれが結構売れればいいなっていう。そう、サーファーのやつはそんなにそこまで売れなかったんですけど。あ、本当。そうそう、だからなんだろう、この2008年にやってたのが結構売れれば自分としてはありがたいかなっていう。何枚ぐらいの展示なんですかね。展示はどれぐらいですかね。だいたい50枚ぐらいは結構出したんだね。はい、結構2008枚店のやつはまた別個にして、サーファーサーファーで分けてるので、これだけの、ね、枚数あれば見応えありますよね。そうですね。だからこう異空間ですね。だからあの緑赤って言ってフィルムで撮ってるあのやつがあるんですけど、それがもう玄関の入り口に飾って、で中の方はもうサーファーのポートレートのやつだから、なんかあのサーファーが好きそうなカフェになってるね。いいね。ますます楽しみです。またこう、ね、季節的にもちょうどあった感じでな。そうそう、夏だし9月いっぱい前だからちょうどいい感じなんですよ。それが、まあ、楽しみ楽しみ。そうそう、どれぐらい売れるかっていう話ですね。はい、売れればいいなっていう、この売れるだろうっていう、この、まあ、あのどっか神社って祈願してそうですね、祈願しないといけないですね。はい、ね、明日、私は明日戻ってくるので、はい、はい、ね、ではまた会社の方へ、ね、はい、はい、はい、行きます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、はい、ということですね。あ、よかった。声がね、全然違うし。やっぱ気兼ねして喋るとね、暗い感じになるんです ね、 人間ね。本当だよね。そうだよ。ということでですね、1時間もね、あっという間で、あっという間に、ね、あっという間に終わりました。ね、今日のエンディングなんですけど、ウェイキングでスタンドバイミーの、これも懐かしいよね。ね、うん、でお別れしたいと思います。来週ね、月曜日はね、なんと休盆の中日ですよ。あらま、あ、6月突入ですよ、ね、だから、ね、そうですね、うん、子供たちも今週からね、今月8月も終わりだ ね、 ね、もうお母様たちもお疲れ様でした、ね、うん、あの夏休みの飯炊き大変だったと思いますけども、うん、はい、開放ですね。あ、外からギャラリーが、すごいすごい、ジョンさんみたいな。あ、かっこいい方がテーブルでした、ね、せっかくなんで気づかなかった今、すぐ分かるよった、何あの人みたいな。すごい、やっぱりね、あの道側に向いてるとね、いいですね。ね、うん、はい、はい、ということでですね、この時間のお相手は、プリンセスローズのアイリと SIR アヤ、 SIR のミキでお届けいたしました。皆様また中日、休盆中日でお会いしましょう。、はい、それではまた来週です。ありがとうございました。